ゴルフのフェアウェイウッド打ってみましょう。全体的な印象はドライバーの流れから同じような、フォルムになってます。なのでドライバーを打って次にフェアウェイウッドを打つ、そんな状況の時でも違和感なく構えられますね。打感はですね、柔らかい金属音でボールの硬さ、ボールの柔らかさ、その辺を感じられるようなですね、感触がちゃんと伝わってきましたね。地面にあるボールを打つときにですね、少し下見に当たっても、まあ、この裏の溝の効果か球をね、しっかり前に運んでくれます。特にトップすることもなくボールもしっかり上がってくれましたね。フェアウェイから打ってもティーアップして打ってもしっかりしなり戻り、この辺のタイミングが取りやすくて十分に飛距離も稼いでいけるんじゃないでしょうか。リーディングエッジが少し出ていてボールを拾いやすい、そんな印象でした。かといって吹き上がってしまってですね、前に行かないっていうことはないです。コースに行ったら十分に武器になる一本ではないでしょうか。